断食ダイエット7日間プログラムの3日目を迎えました。私ただいま断食中でございます。朝から水分と酵素のみで過ごしているんですね。で、体調はと言いますと、すこぶる元気です。普段通り仕事もしておりますし、また朝から気分もすっきり、お腹もすっきりでですね、もう本当に快調なんですよね。この動画ご覧いただきますと、よくあるご質問で、先生、断食ダイエットって生理中にしてもいいんですか？というお声が多いんですね。ですからそのご質問に対してお答えしていきたいと思います。で、また動画の最後に私が昨夜食べた準備食最後のメニューを写真付きでご紹介してまいりますので、最後までご覧くださいね。それでは早速本題に入っていきましょう。全体像です。ファスティング、イコール断食の7日間プログラムです。で、初日と2日目は準備期の2日間、3日4日5日はファスティング期3日間、6日7日は回復期2日間、かけて行うんですね。で、本日私はどこにいるかと言いますと、3日目ファスティング期の初日を迎えているわけなんですね。ちょっとお水を飲ませていただきます。はい、ではここから先ほどのご質問、生理中に断食ダイエットをして良いのか悪いのかということについて3つに分けてお伝えしていきます。まず結論からお伝えしますと、1つ目ですね、生理1週間前から生理中は断食ダイエットは控えた方が良いです。無難です。なぜかと言いますと、その普段生理痛がひどかったり生理中つらかったりという方は特になんですが、生理前から生理中ってそのホルモンバランスが崩れてきますよね。で、そのことでこう普段痛まないようなところが痛んだり、胸が張ったりとか、腰痛持ちの方であればその腰痛がこうひどくなったりとかですね、また頭痛や吐き気やそのイライラ感って、女性でしたらお分かりになると思うんですよね。そういったその辛い期間にやはりその断食ダイエットをかぶせてしまうと、やはりちょっと精神的にもお辛いかなと思うんですね。なので避けた方が無難なんです。で、またその生理中にファスティングしたわけではない、断食したわけではないんだけれども、こちら3つ目、生理不順になる場合もゼロではないんです。なぜかと言いますと、そのファスティングをすることで脂肪がですね、細胞内の脂肪がこう一気に入れ替わっていくわけですから、女性ホルモンというのはその多くはですね、その脂肪からできているわけなんですよね。脂肪から作られている。なのでそういったちょっとこうバランスを崩してしまうことで、生理がいつも通り、しっかり来ないという可能性が出る場合が多いんですね。ただ長くてもそうですね、3ヶ月ぐらい経つと、ほぼほぼ自然にまたリズム戻りますから、そこまでご心配されなくても大丈夫なんです。ですからまとめますと、生理前1週間から生理中は断食ダイエットは避けた方が無難なんですよということなんですね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のお話、本題は以上となります。そしてここから私が昨晩食べたその夕食のメニューをですね、写真付きでご紹介していきたいと思います。はい、こちらです。まずは玄米もち麦ご飯、具沢山のお味噌汁、ぬか漬け、高野豆腐の煮物と塩鮭をですね、美味しく食べていたわけなんですね。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルはアラフォー女性が健康で綺麗に痩せるための腸活をベースとしたですね、情報発信をすることでお役に立てていきたいなと思って日々発信しております。ですのでぜひその高評価ボタンであったり、このチャンネルご登録いただいてご一緒に参加していただきたいと思うんですね。もうとても励みになりますし、もうとても嬉しいです。さあ、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。